姫、どちらに行きましょうか。もう姫って言わないでよ。冗談だよ冗談。はーい、ヤマトだ。ソラは？いや、俺たちは会わなかった。そっか、どこ行っちまったんだ。私、ソラさんに会ったかも。え、どこで会ったんだ。ゲコモンの城。もしかしたら夢だったかもしれないけど、僕にキノコを食べるなって教えてくれた子もソラだった気がするんだよ。本当かよ。でもそれならなんでソラさんは僕たちの前に出てこないの。考えても仕方ないさ。まず本人を見つけようぜ。
いた、あっちだ。ソラ、待ってくれ。待てよソラ、なんで逃げるんだよ。ソラさん、僕たちのこと嫌いになっちゃったの？ううん、そうじゃないよソラ。話してあげたら。私とピヨモンが大地を探しに出かけたあの夜、私ピコデビモンが誰かと話しているところ。何の話をしていたの？私たちの紋章にはみんな意味があったの。たとえ勇気の紋章、ヤマト君は友情の紋章。友情。僕のは？タケル君のは希望の紋章よ。へえ、希望の紋章か。コウシロウ君は知識の紋章、ジョー先輩は誠実の紋章、ミミちゃんは純真の紋章、そして私は愛情の紋章。へえ、愛情の紋章なんてソラらしいじゃん。そんなことない。そんなの全然私らしくなんかない。ソラはいつもみんなのこと考えて。みんなのことなんかどうでもいいの。本当の私なんか知らないくせに。ごめんなさい。どうしたんだよ。私の紋章光らないの。え？私には愛がないから。愛がないってどういうことなの？ピコデビモンに言われたの。本当の愛情を知らずに育ったから。私の紋章は光らないって、そう言ったの。バカだな。ピコデビモンの出まかせだよ。嘘じゃない。
私が女子サッカークラブにいた頃、怪我してたけど、大事な試合に出たくって、何度も頼んだのに許してくれなかった。お母さんは私を華道の家元の娘としか見てないのよ。何？家元って？お花の先生ってことさ。だから、愛情を知らずに育ったと言われてもしょうがないのよ。それでも、ピコデミモンの言うことなんか信じることねえだろう。なあ、なあヤマト、こういう時ってどうすりゃいいんだ？泣きたい時は泣かせてやれよ。ヤマトって大人だね。まあ、大地よりはね。ソラさん、ありがとう。僕たちのこと、こっそり助けてくれてたんだよね。ピコデビモンが何か企んでると知って、こっそり後をつけて。知らなかった。僕、ソラさん好きだよ。だからもういなくならないで。僕、もう嫌だよ、家族が。ううん、みんながバラバラになるの、もう嫌。タケル君。バンデモン様がいらっしゃる前に少しは手柄を立てて。ソラ、危ない！ミヤモン！ミヤモン！しっかりして！ミヤモン！ソラは私が守る。ん？なんだ、どうした？ああ、ピコデビモン！しまった！なんだ？選ばれし子供たちよ。こいつ、ピコデビモンと話してたやつよ。こいつではない、バンデモン様だ。バンデモン。お前たちの旅もここで終わりだ。アグモ。
私の紋章が光った。ソラの愛情いっぱい伝わったよ。肝心なところで愛情の紋章まで発動してしまうとは。ソラはこの私が守る。ミヤモンかっこいい。な、ちゃんと紋章光ったじゃないか。気がついたら私、お母さんと同じことしてた。そうだ。それでわかったの、お母さんの愛情が。ああ、俺も空の愛情が欲しい。バカ、大地なんてこと言うんだ。あれ、ジョーさんの顔真っ赤。ジョー先輩、私の愛情をあげよっか。え、はい。ただの木の実じゃないか、君ね。選ばれし子供たちよ。ん？いやーい、ジジイ、今度は何だってんだ。うん、良い知らせと悪い知らせがあって、どっちから聞きたいかな。どうせがっかりするのがオチだから、いい知らせから聞こうぜ。では、良い話からしよう。実仲間？選ばれし子供たちのこと？そう、実は選ばれし子供たちは全部で8人だったのじゃ。大事なことは8人揃ってでないとこの世界の歪みは正せないということじゃ。つまりお主たちの世界の歪みも正せない。もちろんさ。でもどんな人かな。で、そいつは今どこにいる。名前は。名前は知らん。じじい、どこにおるかは分かっておる。日本じゃ。
日本？それどこ？大地が元いた世界だよ。アグモンは行ったことあるんですよね。で、悪い話ってのは？今言った話はバンデモンも知っておる。奴は一足先に日本へ行くつもりじゃ。その子供を探し出し倒すために今兵隊を集めておるところなの。え？バンデモンが日本に？日本につながるゲートはバンデモンの城の中のどこかにあるはずじゃ。頼んだぞ。バンデモンの計画を阻止し日本にいる仲間を守るのじゃ。見て、タケル、あそこにオーガモンがいるよ。あいつ、どうしてここに？ガキどもがなぜここに。まずい、ここは一芝居打つしかねえ。いつもみたいに襲ってこないね。何か企んでるのか？いや、君たち、闘技場に何の用だい？お前、俺たちを何度も襲ってきたオーガモンだろう。いや、それはきっと私のいとこのヒエジーさんの弟のオーガモンだ。私は別のオーガモンだよ。まあ、そういうことにしといてやるか。オーガモンはここで何してるの？愛用の骨コンボがボロボロなんで新しいのを取りに来たのさ。ねえ、それって何の骨なの？知らねえのか？聞いて驚くね。なんとスカルグレイモンさ。スカルグレイモンの骨？おいや、そうだ、お前ら手伝ってくれねえか。今から地下遺跡の奥のところまで行くから追っかけてきてくれ。ようやく来たか。なんだよ、骨狩りって。うるせえ。スカルグレイモンの骨を狩るのをそう言うんだよ。スカルグレイモンは厄介だから俺の言う通りにするんだぞ。
な扉だね。奥に何があるのかな。開けてみる？うん。おいちびすけ、何してんだ。スカルグレイモンだ。タケル、よせ。復活したばかりのスカルグレイモンは手がつけられねえ。タケルは俺の弟だ。見捨てて逃げられるわけないだろう。ちっ、仕方がねえな。無事でよかったよ。はあ、びっくりした。オーガモン、使いそうな骨は見つかったかい。ああ、久々にいい骨が枯れたぜ、ヤマト。なんだよ、オーガモン。何度も戦ってる俺ですら恐れるスカルグレイモンに立ち向かうと、なかなかいい根性持ってるじゃねえか。これをやるよ。狩りの礼もあるしな。ちょっと待てよ。もらっておくか。本当にありがとう、お兄ちゃん。俺たち兄弟なんだから当然さ。
朝から夕方までにする結構。お姫様、今回はお世話になったゲロ。僕らの感謝の気持ちゲロ。ありがとう。みんな、これからも仲良くね。じゃ、またね。